皆さんこんにちは、神戸の鉄人松井和也です。今日はどちらに来ているかと言いますと、こちらの分かりますかね、宝塚にやってきてもおります。この宝塚からどこに行くのかと言いますと、今から六甲山に向かいたいと思います。正規ルートとしては、見えないか、あ、出てきた、六甲山頂、あちらですよ。あともうちょい、よし、あとはロードかな。すごい、一歩一歩たどり着き、よっしゃ到着、六甲最高峰来たー、到着、六甲最高峰、イエーイ。あれ、どれ行くか、もうちょい遠いか、この辺か、よし、イエーイ。最高峰の景色見てください、931m、この先々、この向こうの方に映ってるのがこの須磨浦公園の先の方ですね。普段六甲全山縦走するときは向こうからこうずーっと行ってきて、ここに来ると。そして宝塚駅に向かうんですけども、今日は宝塚駅から反対側に向かって今歩いております。今日は最高峰までの景色をお届けいたしました。どうぞみんな楽しんで登っております。こんな分かれ道が、この住吉というのは私の出身地、そして育った場所でございます。今回は芦屋川に向かおうと思います。こっちですね。はい、もうすぐ、スムーズに降りれると思ったんですけども、映るかな？光ってるか？ここ、だいたい半分ぐらいに来ました。もうちょっと進んでると思ったんだけどな。もうちょっと頑張ってみます。下山も、登山の一つです。あともうちょっと。おー、綺麗。すげー。神戸港。あ、ようやく滝までやってきました。もう3時超えております。思ったよりも時間がかかりましたね。あとここからもあともうスーッと下っていったら、終わりなのかなと思います。ああ、道中長かった。でも一歩ね、しっかりと歩けるってこの大地を踏みしめれる、この幸せ、ものすごく感じております。ガーデン、滝の茶屋。お残りの道は、芦屋駅まで、まっすぐ、ロードが続いていきます。はい、ここ、行こうと思えばですね、すぐそこ駐車場もありまして、登山道入り口までギリギリまで、車で来て、登山することもできる、というような場所にもなっています。この芦屋駅からですね、まあ、芦屋川駅、阪急の芦屋川駅と JR の931メートル6甲の山頂に行くまでの最短ルートだと思います。一番最初にね、こうずーっと登ってきて、初めて六甲山頂行きたいなーって思う人は、ここの道を使うのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。今日は逆走ということで、逆にこっちに下っていくことになりましたけども、ここ登っていくのもかなりいい角度でね、かなりいいトレーニングもなりますし、かなり素晴らしい景色も見れますので、ぜひ、神戸登山プロジェクトっていうのもありますからね、本当に神戸に貢献するためには、やっぱり神戸といえばこれ登山でしょっていうこともね、アピールしていけたら、神戸の鉄人、神戸の人間としてアピールもできたらいいなーって、思ってます。そのためにこの動画も作りました。ようやく芦屋駅到着いたしました。現在時刻4時になっております。スタート8時からスタートいたしましたので、ちょうど8時間ですね、時間かかりました。まあ本当はね、もっと早く移動できると思いますけども、まあ今日はゆっくりと、走ってないな。
ゆっくりと移動して基礎体力を身につけさせていただきました。みんなとね、本当に神戸市の皆さんと約束してないのにたくさんいろんなところで会えてめちゃめちゃ嬉しかったです。また会えたらいいなって思います。またいろんな、ね、チャレンジもしながらみんなで一緒に頑張っていけたらいいなというふうに思っております。これからもよろしく。また六甲全山縦走チャレンジしたいと思いますので、行きたいと思います。そしてあと今日この後フラッシュトレイルという、なんと須磨浦公園から宝塚行って宝塚からさらに須磨浦公園に戻るという、そんな80キロのとんでもない大会がまた開催されているということで、チームメイトも出場します。頑張れ、応援しております。では今日はバイバイ。